体制ビジョンは、日本の競争は主な勝倉は2019年の k 応杯2歳、ステークス、2020年のアーリントンカップ。馬名の意味は、冠名宣言の名。2017年2月26日、北海道阿比町の農ンファームで誕生。同年のセレクトセール搭載セッションに手1800万円で、落札された。立党、西村正木旧社に入級。 6月2日、阪神の新馬戦に一番人気で出走。道中中段追走から4コーナーで先頭に立つと、最後は、レッドブロンクスに2馬身半差をつけて、デビュー戦を飾った。2戦目の函館2歳ステークスでは、後方からレースを進め、直線で懸命に追い込んでくるもののビアンフェの2着に、敗れる。11月2日、東京の KO 杯2歳ステークスでは、 中段のやや後ろからレースを進め、最後の直線で上がり、最速となる33秒後の末、足を繰り出すと、最後は、逃げ粘るビアンフェを捉えて、重傷初制覇を飾るとともに、1分20秒8の、東京2歳芝1400メートルレコードをマークした。初の GI 出走となった朝日ヒフューチュリティステークス、は、サリオスに次ぐ2番人気で出走。 中段やや後方で足をため、直線馬場の中ほどから伸びるも、サリオスに二馬新反差の二着に破れる。三歳初戦は、朝日杯、フューチュリティステークスと同じ部隊のアーリーントンカップを選択。騎乗は、新馬戦以来となる、石橋治に戻り、後方対奇策から、直線鋭く、内から伸びて二着ギルデッドミラーに二馬新差をつける、解消。重傷に勝目を手にする。 自走、NHK マイルカップは、道中3番手でレースを進めたが、前の2頭をかわせず、ゴール直前にギルデッドミラーにかわされ4着、初めて連帯を外す。その後は休養し、秋の復帰初戦、富士ステークスは直線のビズ5着。続く、マイルチャンピオンシップは14着と、惨敗、初めての2桁着順となる。明け四歳初戦、京都金杯は前目で、 競馬押し4着に入る。その後は5ヶ月休養し、KO 杯スプリングカップで、復帰、2番人気となるが12着と惨敗に終わる。初の1200メートル戦となった CBC 賞は、中段やや後方から追い込み4着に入った。続くセントールステークスは7着に敗れた。次走、スプリンターズステークスは、スタート直後に不利を受け12着と大敗した。 以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。祖母の半兄にアロハドリーム、全兄にユートピアがいる。ありがとうございます。